はいどうも、浅村です。早速ですけども、皆さんに質問キーでございます。 OK！ 山梨県のソウルフードといえば何を思い浮かべますか？おーい、まあ、おそらくほうとう、あと吉田の丼とか、まあ、鳥もつっていうものを思い浮かべると思うんですけれども、うーふれ、まあ、ソウルフードっていうものも時代とともにね、まあ、アップデートされていくわけで、まあ、その辺の郷土料理というかもね、まあ、もちろんソウルフードなんですけれども、やはりニュージェネレーションっていうものが来てるわけですよ。まあ、今回紹介するそのニュージェネレーション的なソウルフード、名前がですね、富士山カレーというものになるんですけれども、まあ、結構 SNS とか、まあ、メディアでもね、だんだん話題になっているので、まあ、知ってる人も多いと思います。まあ、あとは YouTube でも富士山カレーって調べると大食いチャレンジを、まあ、やってる人とかのね、まあ、動画がいっぱい出てくるんですけれども、その富士山カレーね、その見た目のインパクトが、まあ、めちゃめちゃすごいんですけど、なんとその富士山カレーがですね、レトルトで家でも楽しめるということで、やばくない？まあ、今回はね、このご家庭でも富士山カレーを楽しめる、その楽しみ方っていうものも含めて皆さんにね、紹介していければいいなと思います。ではレッツマウンテン。だっせーな。まあこの富士山カレー本当に簡単です。まあレトルトなんで、やったー、やらかし、米炊くの忘れた。まずお米は炊いておきましょう。ちょっとまあご飯が炊き上がるまで時間があるので、ただまあご飯にねルーをかけるだけだとちょっと寂しいんで、まあ一緒に食べれる、まあ付け合わせ的なものをね、先に作りたいと思います。で、今回僕は鶏肉と、まあきな粉ね、きな粉じゃねえわ、鶏肉ときのこをね、一緒にまあ入れてみたいなと思います。富士山カレーなんで、富士山のまあ足元に広がっている、まあ、樹海みたいな感じの表現ができればいいかなと思ったので、きのこで倒れた樹木とか、鳥でゴツゴツした溶岩的なものが表現できればいいかなと思ったので、ちょっとこのね、二種類で挑戦しようと思います。まあ、本当にこれはお好みなんで、自分で好きなものを入れていいと思います。まあ、こういうアレンジをするのも楽しみの一つだと思いますので、簡単にね、作っていきましょう。はい、ということでご飯が炊けたので盛り付けをやっていくわけなんですけれども、まあ、パッケージに書いてあるのはね、こういった形の富士山になるんですけど、まあ、ただね、やっぱり富士山っていうのはみんなのものだし、みんなのね、心に思い描いてるそれぞれの富士山があると思うので、自分でね、まあ、好きな形に持ってみるのも楽しいかなと思うので、僕はね、まあ、こういった形のね、丸い感じの富士山をね、作ってみたんですけど、これからね、ルーをかけていくわけなんですけど、ルーのかけ方が結構ポイントなので、それをね、しっかりお伝えしていきたいと思います。でね、ルーをかけていくわけなんですけど、なんか結構、これを作るときにみんながやっちゃうのが、まあ、先に皿にね、ルーを入れてから、こう、箸とかで模様を作ってしまう人が、まあ、いるわけなんですけど、それはナンセンスでございます。それはダメです。やり方としてはかけながらね、模様を作っていくんですけども、だいたい8等分から12等分すると綺麗な模様になるそうなので、まあ、それを目指してこういう風にね、かけていくわけなんですけど、かけるときにはですね、端っこだけをね、ハサミで軽く切りますよと。そうすると、こういう風にね、
出てくる口が細くなるので、これでピュピュピュとかけていく感じになります。早速ルーをかけていきたいと思います。色やば色がやべんだけど何これちょっと待ってくれ、色がやばいまあ大体こんな感じで模様をね作っていきます。見えますか、色マジでやばいんだけど。あとはまあさっき作った付け合わせをね、まあ、トッピングして、まあ、完成といった感じになるので、ちょっと盛り付けをしていこうかなと思います。やはり樹海をね表現するには青のりを散らしてみようかなって感じで、高い位置から。いやでもめっちゃいいなこれ、めちゃめちゃいいぞこれ。よし、できた。はい、こちらが朝日丸特製富士山カレーになります。イエイ。では実際にいただいてみようと思います。ただ色がやべんだよな、これ大丈夫か、マジでちょっと不安ですけども、いただきましょう。マイルド、うまい、マイルドめなカレーだね。ただマイルドなんだけど、しっかりカレーのスパイシーさもあって、普通にうめえ、うめえ。食べてしまえばね、気にはならないんですけど、これ結構混ぜてしまうとなかなかね色がやべえですけど、でもうまい、めっちゃうまい、最高っすね、止まらん。うめえ、はい、ということで完食しました。めちゃめちゃうまかったよ、ありがとうね。はい、ということで、こちらの富士山カレーをね実際にね食べてみました。でやっぱりね、まあ見た目がねなかなかえげつない色してるんですけれども、まあ、このねパッケージにも書いてある通り、見た目とのギャップに驚くスペシャルスパイスとクリーミーでコク深いカレーって感じで、クリーミーっていうところのまろやかさ、そしてしっかりスパイスの効いていっためっちゃ美味しいカレーになってます。でまあこれをね買ってもらえば、後ろにね、まあ、作り方っていうのは書いてあるんですけども、やはりかけるときはこうね自分の作った富士山をなぞるようにかけてって作ってほしいなと思います。まあそこはですね、このパッケージの裏に書いてある注意事項をしっかり読んでですね、楽しく作ってほしいと思います。この富士山カレーのね情報については動画のね概要欄に載せておくので、興味を持った方ぜひチェックをお願いいたします。はい、ということで今回こちらの富士山カレーを紹介させていただきました。ぜひチャンネル登録と、この富士山カレーちょっと食べてみたいなと思った方はぜひ高評価をよろしくお願いします。あとですね、動画の概要欄にですね Twitter とか Instagram のリンクを貼っているので、そちらもチェックとフォローをよろしくお願いします。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。朝日丸でした。